どうも、キューティクルでかい馬空です。おしゃおしゃ、さあさあさあ、魚柱。不安定だね、これ。というわけでですね、今回馬空ビデオ、都市伝説シリーズでございます。来たねというわけでですね、今回はオカルトに非常に詳しいあの方、ミスター関に来てもらっております。ピザの。あとピザだろお前それよろしくお願いします。えっ、すいません。いやさっきまた明日違う適当なやつだねそいつ本当に。今回の都市伝説は先月7月にシベリア地方で昼間になんと3時間太陽が消滅する現象が起きたの。というわけでですね、今回はこのシベリアで太陽が消えたことについて触れていきたいと思います。で、これが起きたのが7月20日のシベリア北東部サハ共和国ってところで3時間太陽が消えたのよ。午前11時から午後2時にかけて太陽が消えて、あのもう街中は本当に暗闇に包まれたと。泥水の中みたいになってんね。それはお前が住んでるとこだで、この特に暗かったのがサハ共和国のジガンスク地区ってところのエビのビタンタイっていう民族が住んでるところはもう真っ暗になって、本当に太陽が消滅して夜のように真っ暗になって怪奇現象が起きた。で、このシベリアの地域って7月って白夜って言って深夜近くまで太陽が沈まないっていう現象が起きるのが普通なのよ。だつまり太陽はなかなか沈まない地域なの。だけども太陽が消えたのよ。やばいっすよね、お関さんこれ。してます。クソみたいなリアクションだもん。とつまりこのめちゃくちゃ明るくなる時期に真っ暗になるっていうのはこれはもう本当に通常ならばありえない話なわけ。そこに住んでる住民はもうライトをつけなければ何も見えないほどの暗さでみんな明かりを灯して外を歩いてたの。ただ暗いだけならまだいいんだけども、なんか知んないけど誰も道を歩きたいと思わないと。なんでかっていうとまるで重たい何かが胸に押しつぶしてくるような雰囲気だったのって。太陽ないだけで。一瞬ピカッと真っ暗になったわけじゃなくて、一旦空が黄色くなってから暗くなったんだって。ああ今からやるでみたいな感じ一応なんか合図はあったので、再び太陽が空に戻った時、辺り一面は分厚い塵で覆い尽くされていたと。どっか噴火したんじゃねえのああその説が結構有力なのよ。この地方って山火事が結構頻繁に起こるらしくて、山火事の煙とかが数千キロも漂うんだって。だからそのせいによって雲が一面覆われたんじゃないかっていう説もあるんだけど、おかしいな、ここシベリアじゃねえただこの怪奇現象が発生した地域は山火事とかが発生する場所には別に近くなくて、この日の朝の大気はすごい平穏だったと。煙が流れてくるような天気じゃなかったので、風もないってことだね。そうで、しかも別にその煙臭さとかっていう匂いもなかったらしいので、だからこれは何かしらの陰謀があるんじゃないかって言われてるんだよ。でこの現象にはアメリカの人工衛星の仕業とか UFO じゃないと説明がつかない、ロシア軍の秘密兵器なんじゃないかとも言われてるんだよ。でアメリカの仕業だとすれば、これはアメリカが持ってあの人工地震を発生させる装置ハープの仕業なんじゃないかって言われてる。もしかしたらブルービーム計画であるでしょ。何ですかそれ。あの空をスクリーンのようにプロジェクターのようなもので映し出して映像を流す。すげえ、それをシベリアでやっちゃおうっていうゲリラライブ。空にお前が映ったらってびっくりじゃんって。いやもう満足の俺だけもしました周りの人はみんな嫌な気持ちになってで UFO だとすれば、それは上空にめちゃくちゃ巨大な宇宙船がいたんじゃないかって話。つまり UFO のマザーシップがそこに停滞したんじゃないかと。近年オウムアムアっていう巨大な空母が発見されたっていう都市伝説もあるよね。うおー、だその可能性もなきにしもあらずってことなのよ。あ、じゃあその空母はしばらく現れてなかったってこと。したね